一挙手一投足が話題になる大谷翔平、29歳に関して、またしてもビッグなニュースが報じられた。地元紙、ロサンゼルス・タイムズの報道によると、大谷はロサンゼルス市内に785万ドル、約12億3000万円の新居を購入したとのこと。ハワイの25億円別荘にも驚かされたが、荒い購入でもスケールの大きさを見せつけた。大谷は目下、 妻のマミコさんと愛犬デコピンとの「三人暮らし」だ新居は森に囲まれた3階建ての邸宅で約1200坪の敷地内には広大な庭とプールだけでなくバスケットボールコートやアウトドアキッチンも完備畑には誰もが羨む大豪邸だがマミコ夫人は今どんな様子で暮らしているのだろうか結構な頻度でデコピンと一緒にスタジアムに観戦に来ていますよ 関係者の間では、犬を抱く背の高い日本人女性を見かけたら、それがマミコさんだ、と言われているくらいです、球団関係者。マミコ夫人の姿はスタジアム5階のスイートルームか、8階のファミリーエリアでよく目撃されるという。8階にはキッズルームも備わっていて、選手が家族と一緒に時間を過ごせる場所となっています。ここで選手の奥様たちが交流を図ることもあるそうです。 5階にはスイートルームが約30室あり、観戦価格は120万円ほど。1試合、およそ2時間半ですから、かなり高額です。大谷選手は巨額契約の中で、プレーオフも含めてシーズン中ずっとこのうちの1室を確保しているのです。昨年末の入団交渉の過程で大谷選手から、デコピンが球場で観戦できる環境を用意してほしいという条件が出され、盛り込まれた。 密約だと聞いていてます前で、球団関係者。これまでの日本人メジャーリーガーの契約では、家族が帰国する際の日本とアメリカの往復チケットを球団が用意するなどの条項を入れるケースが一般的だった。そんな中、大谷は結婚発表前の昨年11月の段階で、真美子夫人とデコピンが感染しやすくするための愛犬契約まで球団と締結していたというのである。 マミコ夫人とデコピンの声援、そしてこれから始まる新居での穏やかな暮らし、グラウンドで躍動する大谷に、元通訳の忌まわしいスキャンダルの影はもう見当たらない。